招かれざるお客様ですね。どうやら警備がかなり厳重になってきたようですね。副隊長、ジュランダル様からまだ返答はありませんが、本当に続行しますか？あの部下として勝手な行動は慎むべきかと。この前の行動の時点でだってリタさんは不利な状況に陥っていました。そして力を失ったまま一人で任務を遂行するのはあまりにも無謀ですよ。アルビトルさんの言う通りですね。指揮の失策、判断ミス、そのせいで部隊に損失を与えました。リーダーとして私は全責任を背負うべきです。でも作戦が終わるまでここにいる私にはヨルムンガンドの計画を止める責任があります。計画を止めるですか？デュランダル様が到着すれば速やかに勝利を手にすることは確かです。ですが万が一デュランダル様がここに来られなかったら、もしくは彼女がここに来る前にヨルムンガンドがすでに計画を完了させたら、そうしたらこの都市はどうなりますか？勝利というものが数えきれないほどの人々を犠牲にして、その屍に埋め尽くされた場所で敵を倒すことなら、そんな勝利バルキリーとしていりません。ですのでデュランダル様からのご返信があるまで私も何かしないといけません。これは私が自分に与えた指示、私一人の任務です。感激しました。それほどまでの考えに及びませんでした。お許しを副隊長。でもくれぐれもお気をつけください。今の副隊長は一般人よりも少し強いだけの状態ですから。アルビトルさん、バルキリーの戦いは何も崩壊エネルギーに頼るばかりではありませんよ。今まで受けてきた訓練は私の体に刻まれています。一日も忘れたことはありません。疲れを取るなら。副隊長、英鉄装甲の調整が完了しました。まだ崩壊エネルギーは使えませんが、限られた時間の中でなら今まで通り機能します。ありがとうございます、アルビトルさん。では例の解毒薬から。かしこまりました。かしこまりました。まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。かしこまりました。ご心配いただきありがとうございます。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。
ご安心ください。艦長様は私がお守りします。かしこまりました。まだ危険から脱していませんよ。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。待ってください。エオス号の残骸がすでにバラバラにされ運ばれたのでしょう。嫌な予感がしますね。ご安心ください。兄の夢を見た。彼と別れたその日の夢を。破壊は突如訪れ、私たちは故郷を離れるほかなかった。食料、薬、水、何もない環境で人々は物資をめぐって狂い、殺し合いをする。災害から逃げ延びる道中でたくさんの人が死んでいった。私も生き残れるなんて思わなかった。あの男が私たちの前に現れるまでは。お願いだ、兄も一緒に連れてってくれ。君はまだ若いから理解できないかもしれないが、よく聞いてほしい。白化に祝福されし少女よ、命というのは高く脆いものだ。人が生き残るには無数の命が犠牲になる必要がある。牛羊からその血肉をいただき、稲穂からその種をいただき、木々から薪と果実をいただく。無数の破滅が一つの命になる。その代価は極めて高い。この困窮した時代では、そのような犠牲を許される価値のある人間だけが生き残れるんだ。残念ながら君のお兄さんにはその価値がない。お兄さんの言葉を受け入れるべきだ。君が生き残るために犠牲になった者たちの代わりに勇敢に生きるんだ。君の価値を見せてやるんだ。彼は私を連れて、私を守り、私を訓練した。しかし今になっても兄の夢を見ることが怖い。ちゃんと生きているかと兄に聞かれるのが怖い。回復しただろう。自分のことを誇らしいと思ったか。あんたは空のリッチャーを倒した。ヨルムンガンドの意志は止められないことを証明したんだ。同時に
崩壊が律者に破壊的な力を与えても、そいつらは血と肉でできた体にしか過ぎないという私の結論を証明した。ジャッカル、お前何をしているのか分かっているんだろうな。分かっているさ。組織が設立されてから生きている律者どころか律者の研究サンプルすら入手できたことはない。彼女に対する研究は崩壊の本質を理解するのに飛躍的な結果をもたらす。その研究とやらで崩壊により死んでいった人を生き返らせることはできるのか。我々研究者にとってこの機械が何を意味するのかあんたには理解できまい。敵を理解できなければ敵に勝つチャンスは永遠に来ない。それがあんたにどれほどの苦しみを与えたとしても、それを受け入れ、その正体をはっきりさせ、倒す機会を探るのだ。それができなければあんたが今まで経験した苦しみは無駄になる。それに個人の苦しみも失敗も所詮数十億分の一という微々たるものに過ぎない。治療が必要な苦しみは一つだけ。それは全人類共通の運命、崩壊がもたらした苦しみだ。だから今は自分の仕事をするがいい。空の律者はお前の手元にある。起動のスイッチもすでに用意できた。今となっては誰にも計画の邪魔などできないさ。スイッチを押そう。2時間後、天球市の人々は神聖を迎える。艦長様、お茶などはいかがですか。前に入手したデータによりますと、このエリアは工業エリアの薬物研究所になりますね。うまくいけば、この中に解毒剤の手がかりがあるはずです。もしもの話ですが、副隊長が敵に見つかってしまいましたら、英鉄領研の自動モードをオンにしてください。危ない時にフォローしてくれます。アルビトルさん。少しは私を信じてくださる？疲れを取るなら休息が一番ですよ。ご用でしょうか？
まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。まだ危険から脱していませんよ。まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。まだ危険から脱していませんよ。まだ危険から脱していませんよ。キーワード HSN-B46、 保管場所はここですね。やはり厳重に守られています。メイさん、お久しぶりですね。あの人を通じてあなたが送ったメッセージを受け取りました。どうやら幸運の女神はまだこちらにいるようですね。私が期待していた支援が到着しました。テスラ博士はご一緒ではないのですか。あなたのメッセージを受け取って最悪の事態を想定してきました。今回あなたの悪巧みじゃないことを何をもって私は信じればいいのですか。刀が首に当てられている時、嘘は賢明な選択ではありません。周りを見てみるとわかると思います。ここには待ち伏せなどいませんし、今の私はメイさんに反撃する力もありません。取引をしていただきたいだけです。あなたが解毒剤を探してくれましたら、キアナさんの居場所を教えて差し上げます。ここでは私たちは同じ戦線に立っています。利害が一致したようですね。ではよろしくお願いしますね、メイさん。ここは譲れないわ。セッヘッヘッセッセッヘッセッセッヘッヘッセッヘッヘッセッセッセッヘッヘッセッセッヘッセッセッ手段は選ばれた。セッ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 
約束したことはもう果たしました。次はあなたが約束を果たす番です。この工業エリアの管理棟底部の奥にヨルムンガンドの実験室があります。そこでは崩壊関連の実験がいろいろと行われていました。キアナさんが監禁されている場所はおそらくそこだと思います。地図と行動ルートをお渡しします。これはどういう意味です？リタさん、もう一つ欲しいものがあります。あの目、ハイヘビの目が欲しいです。仰せのままに。これであの子は最後の自由を手に入れられる。はあ、メイさん、これ以上遅れますとキアナさんがあの実験室で辛い思いをするかもしれませんよ。ではこれにてお別れといたしましょう。次に会うときはその刀が私の首筋に当たることがないよう願っております。解毒剤の件はこれで一段落ですね。次はエオス号が一体どこに隠されたのか調べましょうか。疲れちゃった。温泉に入りたいわ。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？ご用命です。信頼していただきありがとうございます。よっ、信頼していただきありがとうございます。よっ、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 よっ
あの人を通じて。艦長、起きて、元気出してください。艦長、セッ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 、私の番です。約束したことはもう果たしました。艦長と一緒にいると安心します。ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？了解です。セッペッタセッセイライデンチャーム。セッペッタセッペッタセイ。
キアナ、キアナ・カスラナ、目を覚ませ。今のテストでお前はほんの1秒にも満たない時間しか気絶しなかった。お前の体は奇跡の塊のようだ。どんな苦しみを与えても元に戻る。まだ話せるか。あんたたちの実験、研究室での実験はどれくらいの人が生き残れるの？まずは気になるのか。空の律者にとって死亡者の数など晩餐の後の食卓にあるパンくずのように意味がないと思っていた。答えが分かったら教えよう。その時まだ私の声が届けばの話だが、次の項目、律者コアと身体組織の接続反応。細胞組織の崩壊エネルギー耐性に驚いたよ。崩壊エネルギー溶液を注入したら精魂が輝き始めた。ああ、なんて美しい刻印だ。孫主が約束してくれた未来に自信が湧いてきたぞ。精魂といえば、あんたたちが天命のワクチンを盗んでバルキリーの敵になっていろいろしたのに、ゾンビの他にこの都市で成功を持つ人間を一人も見なかった。あんたの計算はきっと間違ってる。実験サンプルに対し専門的な問題について討論するつもりはない。だって馬鹿げているだろう。式の小数点を間違えてるかもしれない。私もテストの時によく。お前は運に恵まれた虫けらだ。神のような力を手に入れればこの世の全てに口出しできるとでも思っているのか。人類の運命を変えられる素晴らしい知識だ。そのようないい加減な比喩でこの深刻な話を愚弄するのは許さない。ワクチンの改造もどれほどの崩壊エネルギーを使えばこの都市にいる人々の精魂を完全活性化できるかも。それらの鍵となる知識は私のような非凡なる才能の持ち主以外に理解できまい。崩壊エネルギーはどこに放たれる？都市の中心？それとも郊外？質問が多すぎる。テストを飛ばして解剖を始めるとするか。はあ、たったこれっぽっちの答えのために無駄な時間を費やしちゃったよ。いいや、どうせこれ以上情報は得られないだろうし。ありえない。どういうことだ。だって叫び声と嘘泣きは女の子の必須スキルでしょ。あんたのテストも言うほど痛くなかったし。
覚えておいて。今日私が壊すのはこのガラスだけじゃない、あんたたちの成婚計画もだ。あんたは自分の犬頭に気をつけなさい。大丈夫なの？こんなこと言うのもなんだか変だけど、あいつが与えた苦しみ、
何しに来たの？ここは来ていい場所じゃないよ。私は、とにかく、ここは危ないの。キアナ、今は過去を懐かしんでいる場合じゃない。敵が通路からこっちに向かってくる。メイさんにも戦闘準備をしてもらおう。メイ先輩、少し時間が欲しいの。まずはここを出て、この都市の危機を解決したらまた話をしよう。リタさんから情報をもらってここに来たの。だから事情はもう把握してるわ。でもキアナちゃん、これだけは分かってほしい。私もハイペリオンのみんなもずっとあなたを待っているから。
戦場のお掃除を始めさせて。さっきの実験室で、あの犬頭をかぶったやつが計画を漏らした。ワクチンを改造して人体の精魂を活性化させる他に、ヨルムンガンドは都市レベルの崩壊災害を起こして精魂の完全活性化をするって。詳しい時間と場所は分からないの。ここを全部探しても計画を止められないわ。場所は把握しましたよ。キアナさんは元気なようで安心しました。彼女を捕まえるというなら私がそれを許しません。メイさん、落ち着いてください。この都市では同じ戦線にいると申し上げたではありませんか。先ほどキアナさんがおっしゃったヨルムンガンドが崩壊災害を引き起こす計画、その後半部分は大方察しがついています。崩壊エネルギーの使用が厳しく管理されているこの都市では、本来なら大型崩壊を引き起こせるほどの力はありません。しかし検査を受け合法的に都市に入ったものなら話は別です。特に崩壊エネルギーを駆動システムに使う大型の乗り物、例えば私の戦艦エオス号は最高の餌になります。つまりあいつらは、エオス号から崩壊エネルギーエンジンを外し利用しようとしているのでしょう。研究士の市民に最大限の影響を与えるため、そのエンジンは都市中心部の信号塔の上に設置されています。保護ケースを外しエンジンを一定時間オーバーロードさせれば、巨大な崩壊エネルギーを放つ次元爆弾となり、ボーン。その後はいくら調査しても天命は言い逃れできないでしょう。これ以上ここで時間を無駄にはできないね。ええ、しかし相手もこのまま私たちをここから出すつもりはないようです。あいつ、さっき倒したのに。キアナさん、あなたが私に言ったことを覚えていますか？災害を止めることは逃げることよりも重要なことだと。私がお相手します。爆弾の解除はよろしくお願いします。わかった。あの時助けに来てくれてありがとうございます。これで借りを返します。艦長様、お茶などはいかがですか？と、はっ、いや、せーはっ、いや、はっ、と、応答するのが遅すぎではありませんか？あ、
デュランダル様に捕まっても知りませんよ。ご用でしょうか。キリメイ、よーし、艦長、次の目標は何だ。よーし、ブルニールエグゼキューション。
今回は誰にも邪魔させない。どいて。今ならまだ間に合う。あんたたちの計画は人助けなんかじゃない。虐殺だ。虐殺？第二次崩壊を引き起こし、人類史上最大の人殺しが、お前のような化け物に、私たちをとやかく言う資格がどこにある？お前のせいで死んでいった人の声を聞いたことがあるか？崩壊エネルギーに感染して死んでいく者。主人の死に悲しむ女たち。親や兄弟の元から引き離され、傭兵にされた子供たち。彼らの叫びも、彼らの泣き声も、お前に聞こえるわけがない！実験が成功すれば、人類はもう二度とお前がもたらすすべての苦しみに耐える必要がなくなる。もう一度言う。どいて！女の子にこんなことして、だからモテないのよ。了解です、艦長。艦長と一緒にいると。
殺すがいい、空の律者。今までお前が平然としてきたように。実験はもうすぐ始まる。今さら何をしても結末は変えられない。お前の足止めはできた。この戦いは私の勝ちだ。ここまで来たっていうのに時間がないなんて。きっとまだここを出る方法がある。ここに閉じ込められるわけにはいかない。キアナ、空の律者の力を全解放しよう。委員長、今なんて。あなたの体の中にある空の律者の力を目覚めさせるんだ。そうすればエンジンが爆発するまでにたどり着く。災害を阻止できる可能性はまだ残っている。委員長が何をしようとしてるかわかるよ。それが唯一の方法だってことも。でも委員長はもう力がだいぶ弱まってるから。彼女の人格は私が全力で抑える。だからキアナは心置きなく律者コアを、力を使うんだ。あなたの言った通りだよ。いつか過去を思い返したとき、自分が逃げてばかりだったなんて、私も嫌だからね。崩壊のせいで犠牲になった人々は、すでに過去のもの。あなたの努力で世界がより良くなっていくことを目にする機会はなくなるけど。でもあなたが、まだ生きている人々にそれを見せることができるなら、あなたがするべきことをするんだ。ありがとう、委員長。Thank you.
もする気？あんたたちの相手をしてる暇はないの。you
上のお掃除を始めさせていただきます。よっはっ、お待たせいたしました。信頼していただきありがとうございます。かしこまりました。よっ、次のご指示をどうぞ。戦場のお掃除を始めさせていただきます。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。よっはっ、まだ危険からだ。準備が完了しました。任務完了。お待たせいたしました。
戦場のお掃除を始めさせていただきます。はっ、はっ、やっ、は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 っ、やっ、キアナのターン。うっ、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 力をお貸しいたします。お目覚めよ、競争のある日よ。やっ、はあ、はっ、準備が完了しました。かしこまりました。よっ、はあ、はっ、はっ、よっ、はあ、はっ、よっ、私の血と、競争のあるじ。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。戦場のお掃除を始めさせていただきます。お目覚めよ、強行の合図。任務完了。お待たせいたしました。戦場のお掃除を始めさせていただきます。かしこまりました。艦長様は私のお名前。お目覚めよ、競争のある日よ。はっ！
掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。信頼していただきありがとうございます。任務完了。お待たせいたしました。戦場のお掃除を始めさせていただきます。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。信頼していただきありがとうございます。おめでとう、競争のあるじゅ。Ah!
競争のあるし。信頼していただきありがとうございます。よっ、お待たせいたしました。戦場のお掃除を始めさせていただきます。よっ、
表彰の主よ。任務は全部クリア。さすがね。褒めてあげる。
また妖精の魔法の旅が始まるわよ。